蓮舫氏が東京都知事選で3位に終わった理由をご存知ですか？今回の動画では蓮舫氏の選挙後の心境と今後の展望にスポットを当てます。選挙後彼女はどのような気持ちで結果を受け止めたのでしょうか？そして今後の活動についてどのような計画を抱いているのでしょうか？蓮舫氏は選挙戦を通じて多くの支持を得た一方で結果として3位に沈みました。その理由を彼女自身はどう見ているのか、そしてどのように反省しているのかを詳しく探ります。また息子とのインスタライブで明かされた驚きのエピソードもご紹介します。さらに彼女が SNS を通じて発信しているメッセージや次の衆議院選挙への意欲についても言及します。無職の状態でありながらも次のステップに向けて準備を進める彼女の姿勢とはどのようなものでしょうか？選挙結果を受けて彼女が語った感謝の言葉や選挙期間中に感じたつながりの大切さについても深掘りしていきます。この動画を通じて蓮舫氏の現在の心境や今後の展望について詳しく知ることができます。彼女の活動に興味がある方はぜひ最後までご覧ください。それでは上沼恵美子さんの東京都知事選の結果と蓮舫氏の敗因についてから始めましょう。7月7日に行われた東京都知事選では小池百合子氏が3回目の当選を果たしました。小池氏は約290万票を獲得し、2位の石丸伸二氏に対して125万票以上の差をつける圧勝を見せました。この選挙は投票率が約 7% と前回を大きく上回り、都民の関心の高さを反映していました。一方前参議院議員の蓮舫氏は3位に終わり、小池氏との大差をつけられて敗北しました。蓮舫氏は涙を見せる場面もありました。蓮舫氏は立憲民主党を離党し無所属として出馬しましたが、立憲民主党の全面的なバックアップを受けながらの選挙戦となりました。共産党も精力的にビラ配りを行い、田村里子委員長や椎一夫議長が応援に駆けつけるなど支援を惜しみませんでした。しかし立憲と共産の協力体制には前回の衆院選で立憲共産党と揶揄されたこともあり、内部でも懸念の声が上がっていました。蓮舫氏の選挙戦における最大の敗因は無党派層の票を取り込めなかったことです。立憲民主党の大串博先から大委員長は選挙結果をよく分析検証したいと述べ、立憲の党内からは共産党との協力の在り方を再考すべきとの声が上がりました。蓮舫氏自身も今後の政治活動についてピリオドを打てる気持ちではない、もう少し考えたいと述べ、選挙戦を通じて多くの温かい言葉と応援を受けたことを感謝していました。蓮舫氏は選挙戦での力不足を認め、子どもや若者の支援、それが結果としてシニアの支援につながる循環型の東京を作りたいという思いを訴えましたが、結果として届かなかったことを自身の力不足として謝罪しました。また次の衆議院選挙への出馬については、私の思いが届かなかった結果が出た日なので少し考える時間をくださいと述べました。7月14日に放送された上沼高田の釘付けで上沼恵美子さんが蓮舫氏について言及しました。番組では蓮舫氏が3位に終わったことについて、コメンテーターが笑顔が作り物っぽいとコメントすると、上沼さんも心から笑っていないと同調しました。上沼さんはさらに、蓮舫さんの印象は頭が良すぎるところが嫌がられる原因だと述べました。この発言に対し蓮舫氏は翌日に SNS でユーモアやコメディなのかと反応し、不快感を示しました。このように東京都知事選の結果により蓮舫氏の政治キャリアには大きな影響が出ました。選挙戦を通じて見えてきた課題や今後の活動についての蓮舫氏の言動は多くの人々の関心を集め続けています。次は上沼恵美子さんの蓮舫氏に対する批判についてです。7月14日に放送された上沼高田の釘付けという番組で上沼恵美子さんが蓮舫氏について言及しました。この番組では7月7日に行われた東京都知事選において蓮舫氏が3位に沈んだことが話題となりました。コメンテーターの一人が蓮舫氏の笑顔について作り物っぽいと指摘すると、上沼さんもこれに同意し、
心から笑っていないと述べました。上沼恵美子さんはさらに蓮舫氏の印象について、頭が良すぎるところが嫌われる原因だと語りました。上沼さんは頭が良いということを全身から出しているとし、特に女性から見て嫌われる傾向があるとコメントしました。彼女は蓮舫氏に直接会ったことはないとしつつも、以前蓮舫氏が2位じゃダメなんですかという言葉を残したことを引き合いに出し、その発言に対しても笑いながら批判的な意見を述べました。これに対して蓮舫氏は翌日に自身の SNS で上沼恵美子さんの発言を取り上げた記事を引用し、ユーモアやコメディなのかとコメントしました。さらに、もし自分がその場にいたとしても笑えなかっただろうと述べ、不快感を示しました。最近蓮舫氏は SNS やインスタグラムなどで自身に対する批判に言及しており、今回の上沼恵美子さんの発言に対しても迅速に反応を示しました。蓮舫氏は選挙後インスタグラムでライブ配信を行い、選挙期間中に受けた批判について率直な心境を語りました。彼女は蓮舫だから叩いていいという風潮が厳しかったと述べ、これに対して強い不満を表明しました。また選挙後には元宮崎県知事の東国原英夫氏がテレビ番組で蓮舫さんを生理的に嫌いな人が多いと発言し、これにも蓮舫氏は SNS で反論しました。テレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏も SNS で蓮舫氏を批判し、蓮舫氏はそれにも反応しました。蓮舫氏は、自分が批判を流してしまうと次の世代が同じような批判にさらされると考え、 SNS での反論を続けています。彼女は、私が流して終わる話ではないとし、次の世代のために戦わなければならないと述べています。蓮舫氏は、このような批判に対して自分が立ち向かうことで、次の世代が同じような状況に置かれないようにする責任があると感じています。東国原氏やデーブ・スペクター氏からはその後連絡はなかったものの、蓮舫氏は自身の立場を守り続けています。無職の状態になった今でも、彼女は SNS を通じて自分の意見を発信し続け、批判に対しても毅然とした態度を崩しません。このように蓮舫氏は自身への批判に対して強い姿勢で臨み、次世代のために戦う姿勢を示しています。次は蓮舫氏の SNS での反論と今後の活動についてです。蓮舫氏は東京都知事選挙で3位に終わった後も SNS を活用して自身への批判に対して反論を続けています。選挙後、彼女はインスタグラムのライブ配信を通じて率直な心境を語りました。その中で、蓮舫だから叩いていいという風潮が厳しかったと述べ、蓮舫氏に対する風当たりの強さについて言及しました。特に注目されたのは、元宮崎県知事の東国原英夫氏がテレビ番組で蓮舫さんを生理的に嫌いな人が多いと発言したことに対する反応です。蓮舫氏はこの発言に対して SNS を通じて迅速に反論しました。またテレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏も蓮舫氏を批判し、彼女はこれに対しても SNS で反論しました。蓮舫氏は、自身への批判に対してただ黙って受け流すのではなく、次世代のために戦う必要があると感じています。彼女は、私が流して終わる話ではない、次の世代のために戦わなければならないと述べています。この姿勢は、単に自身を守るだけでなく、次の世代が同じような批判にさらされないようにするためのものであるとしています。蓮舫氏は SNS での反論を続ける理由について、次の子たちが同じような状況に置かれないようにするためと語っています。彼女は、批判に対して毅然とした態度を崩さず、次の世代のために戦うことを決意しています。この姿勢は、彼女が政治家としてだけでなく、一人の人間としての責任を感じていることを示しています。選挙後、蓮舫氏はインスタグラムでのライブ配信を通じて自身の活動について報告しました。その中で、息子で俳優の村田さんと共に選挙を振り返り、多くの応援に感謝の意を表しました。彼女は、選挙を通じて多くの人とつながることができたと語り、選挙戦での経験が今後の活動にとって大きな意味を持つことを示唆しました。蓮舫氏は、
国政復帰については現時点で考えていないと述べています。しかし彼女は SNS などを通じて自分の意見を発信し続けることを決意しています。無職の状態でありながらも蓮舫氏は自身の経験を生かして次のステップを模索しています。彼女は無職の状態でもやるべきことがあると語り、今後も SNS を通じて積極的に情報発信を行う意向を示しています。このように蓮舫氏は東京都知事選挙での結果を受けて自身の活動を見直しながらも次世代のために戦い続ける決意を持っています。彼女の SNS での発信は多くの人々にとって重要なメッセージとなり、今後の活動にも注目が集まっています。最後は蓮舫氏の選挙後の心境と今後の展望についてです。蓮舫氏は東京都知事選挙で3位に終わった後、さまざまなメディアで自身の心境と今後の展望について語っています。選挙後、蓮舫氏はインスタグラムのライブ配信を通じて自身の選挙戦の振り返りを行い、応援してくれた人々への感謝の意を表しました。彼女は選挙戦を通じて多くの人とつながることができたと感じており、その経験が今後の活動に大きな意味を持つと考えています。選挙戦を振り返った蓮舫氏は、東京都知事選挙で得た支持について非常に感謝しており、多くの方に温かい言葉と応援をいただいたと述べています。また彼女は選挙期間中に言った演説についても振り返り、自分の思いを心から訴えることができた戦いだったと語っています。彼女は選挙戦を通じて多くの人々に自分のメッセージを届けることができたと感じており、そのことに対して大きな満足感を抱いています。一方で蓮舫氏は選挙結果についても冷静に受け止めており、自身の力不足を認めています。彼女は私の力不足で結果が届かなかったと述べ、選挙戦で訴えたメッセージが有権者に十分に伝わらなかったことを反省しています。また彼女は次のステップについても考えており、無職の状態でもやるべきことがあると述べています。彼女は現在無職の状態にあるものの、次のステップに向けて準備を進めています。蓮舫氏は次の衆議院選挙への出馬についても慎重に考えていると述べています。彼女は次の衆議院選挙に出るかどうかはまだ決めていないとしながらも、自分の中でピリオドを打てる気持ちではないと語っています。彼女は選挙戦で得た経験を生かして今後の政治活動について考えを深めている最中です。選挙後、蓮舫氏は息子で俳優の村田さんと共にインスタグラムのライブ配信を行い、自身の心境を語りました。彼女は選挙期間中に多くの方とつながることができたと述べ、そのことが今後の活動に大きな意味を持つと感じています。また彼女は国政復帰についても慎重に考えており、無職の状態でもやるべきことがあると語っています。蓮舫氏は今後も SNS などを通じて自身の意見を発信し続ける意向を示しています。彼女はSNS を通じて多くの人々にメッセージを届けることができると述べ、今後も積極的に情報発信を行う予定です。選挙戦で得た経験を生かしながら、蓮舫氏は次のステップに向けて準備を進めています。このように蓮舫氏は東京都知事選挙の結果を受けて自身の活動を見直しながらも次世代のために戦い続ける決意を持っています。彼女の SNS での発信は多くの人々にとって重要なメッセージとなり、今後の活動にも注目が集まっています。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回の動画では東京都知事選挙で3位に終わった蓮舫氏の選挙後の心境と今後の展望についてお届けしました。彼女がどのような思いで選挙戦を振り返り、次のステップに向けてどのような準備をしているのか、その詳細をお伝えしました。蓮舫氏の SNS での反論や息子の村田さんとのインスタライブでのエピソードは、彼女の新たな一面を垣間見ることができました。また選挙戦を通じて得た多くの支持や感謝の言葉に対する彼女の思いも伺うことができました。選挙後も彼女の活動は続いており、その動向に注目が集まっています。さて皆さんは今回の動画を見てどのように感じましたか？蓮舫氏の今後の活動について
また彼女の SNS での発信について皆さんのご意見や感想をぜひコメント欄でお聞かせください。あなたのコメントがこのチャンネルをより良いものにしていくための大切なフィードバックになります。さらにチャンネル登録と高評価も忘れずにお願いします。次回も興味深い内容をお届けする予定ですので、お見逃しなく通知をオンにして最新の動画をいち早くチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。